なかなか収益できない、インドの最新空母ビクラントです。今、ウナガミ港試しをしているとの情報を、キャッチ詳しく見ていきますね。中国とは、対立しているインドで、菅、軍事的な結びつきはロシアともあり、ミグを購入する予定です。どっちなんだろうか。2022年1月9日、日、インド海軍は、初めての国産空母である、ビクラントの3度目となる、海上公試しの実施のために、インド南部にある高知港を出港したことを発表した。ビクラントは、2021年8月4日に、初の海上公試しが実施され、船体や推進機関、各種補助装置などのチェックが行われたとされ、10月から、11月にかけて実施された2回目の公試しでは、さらに各種システムの詳しいチェックと航空機の運用能力などが設計上の性能を満たしているかなどの確認がなされたとされ、おおむね良好であったと見られている。インド海軍では、ビクラントが過去2回の公試航海において、乗組員の練り度についてもチェックがなされており、その結果として習熟度が確実に向上したとしていて、この3度目の公試しでは、ビクラントを様々な条件下で運用した際に、正常な操船を行えるかどうかを試すとともに、艦隊に搭載している各種のセンサー類の試験を実施するとして、今回の海上公試しが成功に終われば、2022年下半期には正式に収益させると見られている。ビクラントは、インド海軍が推進している ADS エアディフェンスシップ計画の一番艦として2009年2月に寄港されたインドとして初の国産空母で満載排水量48,662トン全長 262.5M 最大幅 60.84M で14層の甲板と2300以上の区画を持ち女性専用区画も用意されていて乗組人数は約1700名である。艦隊の大きさは、フランス海軍の原子力空母、シャルル・ド・ゴーとほぼ同じで、ガスタービン機関によって、28ノットの速力を発揮し、航続距離は、18ノットで、8000海里、14,816km とされている。艦載機は、現時点では、ロシア製のマルチロール艦載機であるミグ、29キロ、短座型とミグ、29KUB、複座型が20機と KA-28級艦載ヘリコプター10機を搭載するとされ、甲板係止めなどによって最大で40機まで搭載可能と推定される。ビクラントの寄港は2009年2月で、2013年には竣工の予定であったが、当初1万7000トン級だったものが、度重なる計画変更で4万トン超の大型空母に設計変更されるなどで、建造に時間がかかり、浸水したのが2013年8月となったが、その理由は建造に使われていたドックを明け渡すためであった。しかも、この時点で環境構造物は、愚か飛行甲板すらも未完成の状態で、再び整備用のドックに入居させられ、建造が進められ、建造費の高騰や偽装に必要な部品調達に、時間がかかるなどして、偽装工事完了は、2020年2月までずれ込んでしまったのだった。インド海軍では、ビクラント級空母として、同型艦の建造を計画していたが、2020年になって、2隻目の国産空母建造計画が発表され、ビシャルとの艦名で、6万5000トン級のカタパルト発進方式の空母になるとされたが、2022年1月時点では、まだ寄港されておらず、2030年代になると見られている。ところで、インド海軍の空母運用歴は、古く世界でも数少ない空母を実戦で運用した国であり、1961年に、先代のビクラントをイギリス海軍から取得したことが、その始まりである。イギリス海軍のマジェスティック級空母、ハーキュリーズは、
第二次世界大戦中に建造され、1945年9月に浸水したものの、終戦によって、1946年5月に建造が中断されて、そのまま係留されていた。それを、1957年1月に、インドが購入、北アイルランドにあるタイタニック号を建造したハーランド・ボルフ社によって、偽装が進められて、1961年3月に竣工、同年11月に、インド海軍初の空母、ビクラント、満載排水量19500トン、として就役した。そして、ビクラント、1971年に、アズマ・パキスタンが、バングラディッシュとして独立する際に勃発した第三次インパ戦争において、ベンガル湾で、初の実戦参加を果たして、東パキスタンの港湾施設や停泊艦船を空爆している。インド海軍は、さらに、2隻目の空母として、満載排水量28700トンの軽空母である、イギリス海軍のセント、旧空母、ハーミーズが、1984年に退役した際に、それを購入し、ヴィラ、ットとして就役させた。しばらくは、空母2隻体制を敷いていた、インド海軍であったが、ビクラントが、1997年に退役する見込みとなったことから、2隻体制を維持するとして、フランスの DCN 社に、空母設計を依頼したのであるが、最大貿易国であったソ連の崩壊や、湾岸戦争の勃発で、インドの経済状態が悪化したため、計画が中止となってしまい、ビクラントが退役してからは、空母1隻のみとなっていた。そこで、インド海軍は、ソ連崩壊後は、ロシア海軍の予備役艦となっていた、キエフ級航空巡洋艦の4番艦、バク、後に、アドミラル・フロタ・ソビエツコゴ・ソユーザ・ゴルシコフと改名に白羽の矢立てて、ロシアとの購入交渉を進めたが難航した。その後1999年に、ようやく交渉が成立、同艦艦首部分の兵装を取り去り、スキージャンプ発艦方式の全通飛行甲板を持つ、純粋な空母として改装し、ロシア製艦載機と共に、インドに引き渡されることが決定したのである。その後も、ソ連崩壊の後遺症を引きずるロシア造船業界の、ごたごた、や改装費の負担をめぐる揉め事に加えて、改装に使用した中国製パーツの品質問題などから、インドへの引き渡しは、遅れに遅れ、ビクラマーディティアと名付けられて、インド海軍3隻目の空母として就役したのは、2014年6月のことであった。2017年3月に、ビラートが退役して、インド海軍の空母は、また一隻となったが、ビクラマーディティアは、2017年に実施された日米印合同軍事演習、マラバール2017に参加し、アメリカ海軍の原子力空母、ニミッツ空母打撃群や、海上自衛隊護衛艦、出雲、さざ波と、合同演習を実施している。インド海軍では、ビクラマーディティアを、今後40年は運用する計画で、2代目、ビクラントと、計画中の、ビシャルの3隻で、3個空母打撃群を運用する構想を打ち立てている。ビクラントの3度目の海上を焼け試しのニュースに対する、日本のインターネット上の反応では、インド海軍には初めての空母だから、公焼け試しを繰り返さなければならないのか?と、インド海軍の空母運用能力を疑問視する声があるが、先に述べたように、インド海軍は、世界でも数少ない空母の実戦運用経験を持つ海軍である、空母運用能力においては、経験がない海上自衛隊よりも長けていると言えよう。また、海上自衛隊やアメリカ海軍との連携を懸念する見方もあるが、近年は合同演習を繰り返しているので、問題は解消されつつあると見てよいであろう。さらに、インド海軍の空母艦載機が、ロシア製のミグ29キロとミグ29 KUB のため、ネット上では、西側の戦闘機との連携を心配する声が多いが、
インド海軍は、MiG-29 に、西側製の電子機器を搭載する予定で、機体間のネットワーク構築に、問題は少ないと見られている。しかし、ロシアのクリミア侵攻への報復として、ロシアへの輸出禁止措置が取られたため、インドに、機体と電子機器を運び込み、ロシア技術者が搭載する段取りになったことで、融合が成功するかは、不透明である。また、インド海軍は、MiG-29 の性能に、不満を持っているとも伝わっており、艦載機変更の可能性も、巷で囁かれている。